こんにゃく、ゲルの例。ゲル、または、ジェルは、分散系の一種で、ゾルと同じく液体分散中ちのコロイドに分類されるが、そのうちで、固体状のものを指す。日本語で、しこりに皮からだと呼ぶこともある。ゲルは、流動性を持つゾルとは異なり、分散質のネットワークにより高い粘性を、持ち流動性を失い、系全体としては、固体状である。ゾル状態からへ、 ゲル状態へ転移する場合をゲル化、転移点をゲル点と呼ぶ。講義には固体分散中立ちのコロイドであるソリッドゼルを含むが、ここでは競技のゲルを扱う。ズルがゲルになるときに分散質が繋がってネットワークを作る現象を過橋という。ゲルは過境の方法によりに分かれる。物理ゲルの結合は弱く、化逆的で温度変化や応力などで、 ゾルに戻る。化学ゲルの共有結合は安定している。分散質が高分子で、過強により網目構造となったゲルを高分子ゲルという。質純ゲルのうち、分散中立ちが水のゲルをヒドロゲル、分散中立ちが有機溶媒のゲルをオルガノゲルという。有機溶媒にアルコールが使われたものはアルコゲルという。分散中立ちを大量に含み一様な構造をとるものを、 ジェリー、蒸発などにより内部の溶媒を失い空撃を持つ網目構造となったものをキセロゲルという。キセロゲルの代表はシリカゲルで高い吸湿性を持つ。また、凍結乾燥や超臨界乾燥により分散中立ちを除去したゲルをそれぞれクリオゲル、エアロゲールという。 チキソトロピーは分散形容液の状態が、応力に対して、ゾルとゲルとの間で入れ替わることで現れる現象で、ゲル化しやすい分散形容液に見られる現象である。応力のない状態においては、ゲルの状態にあり、流動性を示さない。しかし、外力が加わると、ゲル構造の分子間力の一部あるいは全部が、破壊されるため、ゾル状態となるため流動性を復元する。 また、外力が作用しなくなると、ゲル構造が再生され流動性を失う。ありがとうございます。